皆さんこんにちは。 YouTube 漫画塾塾長ペガサスハイドです。今回は実技イラスト添削の時間です。今回の塾生は高羽マンさんです。高羽マンさんの読みで皆さんも自分の絵を描くヒントにしてください。このキャラクターのプロフィールです。高島平のりひこ、男性16歳、自信家で他を見下す歪んだ性格をしている。この高島平のりひこは主人公のライバルという設定だそうです。まずこのキャラクターのいいと思ったところから伝えていきたいと思います。パッと見て髪型が特徴的だよね。ちょっとうねったヘアスタイルで、実際の人だよね。こういう髪型の人っていうのはなかなかいないかもしれないけれども、まあ、彼は漫画の中の人物なので、もうこれぐらい漫画っぽい特徴的なヘアスタイルをしてるっていうのはすごくいいと思います。それからこのニヤッとした顔が厄介なやつだっていうことがわかるよね。決していい人っていう感じはしない、一癖ありそうな表情をしてるっていうのがすごくいいと思いました。それとパッと見て男性のかっこいい雰囲気が伝わってくるかな。これは誰が見ても男性に見えると思うので、顔を隠してもこう男に見えるよね。絵が未熟な人は顔を隠すと首から下が男性か女性かわからなくなってしまうんだけども、この人は顔を隠してもちゃんと男性だっていうことが表現できてると思います。これを描いた高羽マンさんは黒い服の描き方に悩んでると言ってるんですが、そんなに下手じゃないよね。服の境目やシワの部分に白いラインが入っているので体の動きもわかるし、肩のあたりは光が当たるから白くしてるとかっていうのもいい表現だと思うし、そんなに悪くはないと思います。顔と体とトータルして一番いいのはこのキャラクターの中身まで考えて描いてるところかな。彼の自信家でちょっとこう人を見下したようなね、歪んだ性格をしてるっていう内面を彼の表情とかこのポーズとか、ちょっとこの癖のある髪型とか、この泣きぼくろとかね、あと鋭い目つきとか、ちょっと嫌味な表情とか、全体にこのキャラクターの性格や内面っていうものを表そうとしてる。そこが一番いいと思います。やっぱり人の性格とか人柄っていうのは外見に出るんでね。それは我々人間も同じ。その人の着てる服とか仕草とか表情とかっていうのはその人の人間性が出るから、そういうところを表現しようとしてるところが一番いいと思いました。それではこのキャラクター、どこに意識をすればもっとプロっぽくなるかっていうところを見せていきたいと思うのですが、この高羽マンさんが描いた絵は原作として置いておきたいので、この絵をトレースしていこうと思います。はい、トレースしました。それではこの絵のどこにどういう意識を持って描けばもっとプロっぽい絵になるのか伝えていきます。見て気になったのが手の小ささかな。男性にしてはこの彼の左手を隠して右手を見るとよくわかると思うんだけども、顔を見てから手を見ると小さすぎる気がしないかな。手を下の方にやってるというか、左腕の向こう側に奥にやってると考えても、それでもねちょっと小さいんじゃないかというふうに思います。で、手を書き換えるとおそらくこの腕もね細いかなっていうふうに思うかな。この体がちょっとどうなのかなっていうふうに思うかな。まあこれちょっとまた後で脱がすけど、こいつの服を男を脱がしてもねあんまり嬉しくないかもしれないけども、でもまあ脱がさないと彼の体型がわからないんで、多分脱がすとこの辺が不自然なんじゃないかなっていうふうに思います。次に気になったのが表情がちょっと弱いかな。いい顔してるんだけどもニヤッとした感じが足らない。口元とか目つきはいいと思うんだけど、眉の位置かな。眉と目が離れてるんで、ここね、ここを近づけるだけでももっとキリッとした顔になるんじゃないかな。あとは学生服だね。学生服が正しく描けていない。これを描いた高羽マンさんは女性みたいなんだけども、やっぱり女の子だから、この男子の学生服の形っていうのが正しくわからないんだと思うんだよね。なんとなくで描いてしまってる。例えば、ボタンの位置ね。一つ目のボタンがここにあるっていうのはおかしい。この首元にないとね。じゃないとここがめくれてしまう。首のあたりが。それと、ボタンの
カズ、左腕に隠れてここにもう一個あるのかわからないけども、ここにないとこの幅がすごく広いからおかしいよね、この幅を。多分あると思うんだけど、ここに。そしたらボタンの数が 1,2,3,4,5,6 ってなるんだよ。普通6個っていうのはありえない。5個がオーソドックスな学生服のボタンの数。学校によっては7つボタンとか、まあ、私立とかだったらね、9つボタンとかいう学校も稀にあるけれども、通常は5つ。まあ、ここにボタンがないとしたら、この幅が急にここだけ広いっていうのはやっぱ不自然だよね。なのでボタンの位置と数がおかしいっていうところね、みたいなところを整えていくと、もっとプロっぽくなると思います。それでは実際に絵を整えていきましょう。タカハネマンさんが描いた絵は元の絵の見本としてこのまま置いておきたいので、さっき僕がトレースしたこっちの方の絵をいじっていくことにします。このキャラクターの顔から整えようかな。この気になったのは目と眉毛の間ね、ここが開くとちょっと間の抜けた顔になるんですよ。例えば A と B だったら、なんとなく A の方がキリッとした顔に見えない、 B の方が間の抜けた顔に見えるって言ったらいいのかな。同じように眉毛が上がっていて怒ってる顔のはずなのに、目と眉の隙間があるのとないのだったら、ない方がより睨んでるように見えるでしょ。これも同じことが起こってるんですよ。目と眉毛の隙間、ここがもうちょっと詰まってる方が彼がかっこよく見えるので、眉の位置をちょっと変えます。これだけでもだいぶ睨んだ感じが強くなる。で、これは何かっていうと、西洋人の顔に近づくんですよ。我々日本人は彫りが浅いので、目と眉のここが開いて見えるんですね。のっぺりした顔してるから、平面的な顔してるから。だけど西洋人っていうのは彫りが深いので、まあ、こういう感じなんです、横から見ると。西洋人ってかっこいいじゃないですか、我々日本人が見ると。日本人の顔ってなんとなくのっぺりしてると言ったらいいのかな。それは彫りが深いから、西洋人が凹凸がはっきりしていて鼻も高い、だからかっこよく見えるのね。で、目のここがくぼんでるというか、なんて言ったらいいのかな、ここの凹凸が激しいわけです、西洋人は。日本人はここなだらかなのね。だから目と眉毛の間が空いて見えるので、我々日本人は目と眉のここが開くのね。だからあんまり感情が伝わらない顔してるっていうか、表情が弱い。日本人の顔は分かりにくいって言われる。だけど西洋人はここの彫りが深いので、睨むと前から見ると目と眉毛のここが詰まって見るのね。なので表情がはっきりしてるって言ったらいいのかな、分かりやすい、そしてかっこいい。なのでこれ多くの人がこういうふうに書いてるんだけど、目と眉毛の間は詰めた方が美形になります、同じ表情しても。それと体だよね。これをちょっとね、脱がしていきます、いつものように。これ脱がすのをさ、ちょっと面白おかしく俺がやってるっていうふうに思ってる人がいるみたいなんだけど、これ別に面白おかしくやってるわけじゃなくて、脱がさないとさ、描いた人の絵の体型が分かんないから毎回脱がしてるだけで、別に遊んでやってるわけじゃないからね。だから男ももう脱がさないとしょうがない。この服にこう合わせてこうでしょ、体こう爪入り取って、で手首がこうなってるからこういう感じってことだよね。この人の手はこういう感じってことだよね。でここで曲がってるからこういう感じだよね。こうシワがあるってことは、腕はこれ以上細いから服よりね腕が太くなることはないので、こうここだから、まあ、こういう感じでしょ。でこの服の線はで、ここに股間の股の線があるということは、ここがこういうことだから、パンツの線的には。ということはこれを脱がしていくと、ここが股間だからへそがこうなるよね。で服がないと、ここが足のこの裂けてるところというか足の始まりだから、まあ男なんでお尻は大きくないんで、なるべく直線的にして、ここが股間でしょ。そしたらこの男の人こういう体型になるんですよ。へそがもうちょっとこの辺にしたとしても、股間がだってここでしょ、すごく胴長に感じない。そして腕が細くて貧弱だよね。だからこの人はパッと見やっぱり
かっこいいんだけども、こう服を脱がしてみるとやっぱ腕が細くって胴のあたりがおかしいというか不自然な体型をしているってことがまあ分かってくるよね。へそがこっちでもこっちでもおかしいもんねへそ2つなのでやっぱここを整えてやんなきゃいけない。で、この人は首が太いんで、首が太いってことは結構鍛えてるってことなんで、この人は。でも手が小さい。まあ、もうちょっとやっぱり。これぐらいないとおかしいの、男だったら。で、手を太くしたら、当然腕も太くならないとおかしいので。で、まあ、ここ縮めると筋肉がちょっと盛り上がるからより太くなるよね。ここがね、こう曲げるとここが太くなるから、まあ俺の筋肉は全然ないけどここがね、ここがね、肩幅もね結構この人は広いんで、やっぱりかっこいい体型をしていてほしいよね。体もね、でもこれぐらい、まあ、ざっくりとこれぐらいはあっててほしい感じかな。でこうすると、こう胸があって、多分へそがこの辺って考えると、まあ、またはこの辺になっててほしい気がしない？こっち、これぐらい、またここのまたは低いでしょ、やっぱりこのまたとこの股と、この股とこの股。そしたらこう股も上がるよね、こうやって。で、股が上がることで胴が短くなって足が長くなる、同じ身長でも。そしたらこの彼がよりかっこよくなる。ざっくりと体型整えるとこんな感じになると思うんだよね。そしたらすごいこう男らしくてかっこよくなる。で、これに学生服を着せていくと。で、まあ女の子はね、なかなか男子の制服は分かりにくいと思うんで、あんまりじっと見たことない人が多いと思うんだけど、できれば見てほしいんだよね、本物。男兄弟がいる人はラッキー。お兄ちゃんとか弟とか兄弟でこういう学生服着てる人がいたら、この男子の学生服を見てほしいんだよね。で、できれば羽織ってみて、上着を着てみて、袖通してボタン止めてみて。男の学生服ってめちゃくちゃ分厚くて重いから、女の子が着たら、え、男子ってこんな厚くて重い服着てんのっていう風に思うと思うから、いっぺん女の子は着てみてほしい。学生服の形を知らない人が多い。これ男子でも結構知らない人が多いんだけど、もともとさ、この学生服って軍服なんだよ。軍服、軍の服なのね。戦うための服なんだよ、これって。だから銃で撃たれたりとか切りつけられても大丈夫なように厚めに作ってあんのね。これは防護服なんだよ、これって。学生服ってさ、なんかかっこよくない？軍の服だからかっこいいの。で、昔はさ、これおっさんとかが着てたわけだよ。だって軍人さんの服だから。そういう意味を分かってると、学生服の書き方も変わってきます。学生服をね、ペラペラの薄いシャツみたいに隠してるんだけど、今みたいな意味が分かってたら、重厚感がある感じで書かなきゃいけないってことが分かってくるんだよね。これペラペラの薄い感じじゃダメなんだよ。だって軍服だし、身を守るための服だからね。だから分厚くて重いの。動きにくいです。あとすごく。男子はこれ分かると思うけど、この爪襟とかすんげえ鬱陶しいじゃん、これ。何のためにこれついとんじゃと。もう白いカラーなんか取っちゃいたくなるよね、これね。で、これもなんでこんな首周りにさ、あんなプラスチックのさ、カラーついてるかっていうと、首を守るためなんだよね。だって首って急所でしょ。で、これはさ、軍服だから、みんな戦うための服だから、そういう意味が分かってると書き方が変わってきます。で、ボタンね、5つっていう学校がほとんどです。中にはたまに7つとか9つとかもあるけども、すごいそれは特殊ね。私立の学校とかでたまにそういう学校あるけど、7つボタンとか9つボタンとか怖えよ。すげえなんか不良みたいな感じあの昔の特攻服みたいに見えるんだけど、だいたいまあ5つね。で、ボタンっていうのはみんな等間隔に並んでるものっていうのはなんとなく思ってると思うんだけど、それは正解ね。1個目はこの首のところにないとおかしい。じゃないとここペラペラめくれちゃうから、首のとこ、首守んなきゃいけないんで、ここね。で、ボタンのこの最後、ここは長いんですよ、ここは。っていうのが、ここまで締めちゃったら足歩くとこだからさ、ズボンは動きにくくなっちゃうじゃん。ここまでボタンがあると、締めちゃうとお尻を。なのでこの辺ぐらいが最後です。この辺ぐらいが
最後はペロンとこの布がめくれるようになってるのね、ここはペロって股のところは。だからこの辺が広くって、でこれが最後で、あとこの等間隔でだいたい5個これぐらいかな、こんな感じで縫い付けてやる。第二ボタンってみんな聞いたことない？好きな子に第二ボタンあげるって。で第二ボタンっていうのは心臓に一番近いから、心を表すっていう意味で第二ボタンを好きな子にあげるのね。だからこれが第二ボタンだったら心臓からすごい遠いことになるし、ここにボタンがある、でもそしたらやっぱり 1,2,3,4,5,6 になっちゃうでしょ。でここが空いてるのがおかしいでしょ。だからやっぱりこのボタンはおかしいってことがわかるのね。そういう意味を分かって書いてるか、服の意味まで分かって書いてるか。でプロっていうのはそういう意味まで分かって書こうとします。だからリアリティがあるし狂いがなくなるのね、そういう意味が分かってたら。今みんな俺の軍服の話とか第二ボタンの話とか聞いたらもう間違いないでしょ。あ、そういう意味があるんだ、そうだったのかって思ったらさ、もう書くときにさ間違った制服の書き方しないじゃん。なので服の意味を知ると間違いない、もう二度と間違いない。この動画見た人は今日から学生服は正しく書けるようになる。肩は肩パッドが入ってるんで、できればこの辺はちょっと硬そうな感じで書いてる方が、盛り上がってる感じで書いてる方がいいかな。この人はそれが割とできてるよね。袖のあたりはペラペラのシャツみたいに見えるけども、肩はカッチリして書けてるよね。制服のノーマルはお尻が隠れるぐらいなんで、ちょうど股の下のところぐらいまで長さがあるから、腰ぐらいのところでこう終わってる人すごい多いけどね。そうなると短襟になっちゃいます。この人は多分ノーマル、普通の変形じゃない制服着てると思うので、これだったらお尻がまあ見えてるっていうか、ここに股があるってことはね、と股が隠れるぐらいがノーマルの長さです。こういうのもね、女の子は分かんないでしょ。一遍着てみて、男子の制服を借りてみて、ちょっと着せてーとか言って、お兄ちゃんとか弟とかいる人はお兄ちゃんとか弟がいない相手にこっそり来てほしいし、お兄ちゃんとか弟がいない人は仲のいい男子に教室でちょっと男子制服着せてとか言ってさ、わーこんなに大きいんだとか言って来て、ちょっとこれ男子ドキドキするから、え、あの子俺の制服着てんじゃん、あの子の匂いが俺の制服につくじゃん男子も嬉しいから、それはほら男子も嬉しいから、男子もちょっとこうドキドキできるから、女子は積極的に男子の制服を借りてきて、でこの重みとか厚みとかこの直線感、時々学生服をシワシワに描く人いるんだけど、あ、俺割とシワシワに描いちゃうんだけど、俺服のシワを描くのが好きだからシワシワに描いちゃうんだけど、学生服はあんまりシワシワに描かない方がいい。ちょっと今この時点でね、俺ちょっとシワ描きすぎなんだよ。さっきも言ったようにすごい分厚いんで布が、学生服ってあんまりシワにならないんだよね。だからあんまりシワに描かなくて直線的に描いた方が学生服っぽくなります。学生服っていいよね、かっこいいよね。学生服の学校ってね、なくなってきてるけどね、今ね。もともとさっきも言ったようにこれ軍服だから、戦争とかをイメージさせるものはもうやめましょうっていう流れになってきてるんで、あのネクタイの制服に変わってきてるよね。スーツタイプって言ったらいいの、そういう風に今なってきちゃってるよね。だから男子でも学生服着たことないっていう人が増えてきたよね。セーラー服も同じ理由で減ってるけど、セーラー服もあれ海軍の軍服だからね、もともとね、あれも軍服だから、セーラー服もだから、ああいうのをやめましょうってことで減ってきてるけど、セーラー服自体は可愛いから減ったら寂しいよね。なんかね、あのデザイン自体はすごく可愛らしいからね。だからアイドルの服とかにもセーラー服ってよくモチーフにされるよね。アニメのキャラクターなんかも多いと思うんだけど、だからあれだよ、あれもともと軍服だからおっさんが着てる服なんです、セーラー服ってね。あれを女の子に着せてるのって日本人だけなんだよ。だからセーラー服見て可愛いって思うのって日本人だけらしいよ、世界で。あれを見て女性をイメージできるのって日本人だけなんだって。面白いよね。だからあのセーラー服とかさ、変態の男がさ集めたりとかしてるやついるじゃん。なんか女の子の制服とか、それをさこう着てさ、なんかへへへまるまるちゃんのセーラー服って思ったりとか、匂い嗅いだりとかしてるやついるけど、あれはだからおっさんはもともと海軍のおっさんの着てる服を見て興奮してるってことだよね、あれね。
はい、そうこう喋ってるうちに手も直しました。どう？ちょっと一回り大きくしたんだよね。こうすることで男らしさが出たでしょ。どうもちょっと短くなってスタイルが良くなったというふうに思います。そしたらこれで手入れしていってみようかな。そしたらこのように手入れをしていってみようと思います。この人ね、ペン入れそんなに下手じゃないよ。上手だと思います。強弱を意識して描いてるよね。主線は太めにして、影とか手のシワとか顔のパーツとか髪の毛の流れの一本一本とかだよね。こういうものは細く描いてるじゃん。それが意識的に伝わってくるから、この人はね、ペン入れそんなに下手じゃないです。上手です。特に顔、この辺は味がある感じで描けているので、なるべく僕も近い感じでペン入れしていこうと思います。眉をさ、目に近づけたことでキリッとしたのがわかるから、だいぶ違うでしょ、これだけで。この人は髪の毛がうまく描けてるよね。どうしてうまく見えるかというと、つむじをちゃんと考えて描いてるっていうことと、髪の毛の流れがつむじからこうつながって流れてるように描けてるっていうことと、主線をちょっと太めに、細い一本一本の毛はペンを細めに描いてるところがうまく見えるんだよね。女の子は髪の毛描くのが得意な人が多いよね。サラサラっとした感じを。男子はね、なんかこれ苦手とする人がね多いです。これがこうサラサラ描けないっていうか、男はなんかカッチリプラスチックでできたみたいな頭になっちゃう人が多い。なんでだろうね。女の子の方がふわふわ柔らかいものが感じ取る力が強いんだろうね、平均して。いや、もちろん男も上手い人いるけれども、なんかこう全体的に見てると女の子の方が髪の毛得意っていう人が多い気がします。首もね、ホックでこう締まってるからね、ここがね。こういう噛むホックで締まってるんですよ、ここは。こういう。こっから黒い服になるんで、後でベタを塗ることも考えて描かなきゃいけないんだけど、ベタっていうのはこの真っ黒に塗りつぶしてる部分のことを漫画制作用語でベタっていうふうに言うのね。まあ、自分は自分の処理の方法があるんで、こういう感じでは僕は塗らないんだけど、その僕のやり方ではなく、この人のこのイメージに近づけたいと思うので、まあ光ってると思われるこの肩の部分、ここをまあ白く
してるんで、この人は同じようにしたいと思うんだよね。境目をこう白く残してるから、まあ、同じように処理するようにしましょうか。この人と肩のところがなんで白いかっていうと、光が当たってるから、この人はここ白くしてると思うんだよね。なので肩以外の光ってるって思われる部分を白くしていくのが多分この人の処理に近い仕上がりになると思うんで、そうしていきますね。つまり上から太陽の光が当たってるんで、上から当たって、まあ、白くなると思われるような部分を白くしていきましょうか。こういう感じでね、本番でいきなり筆ペンで黒く処理しろって言われたら難しいと思うので、鉛筆でこうやって当たりを書いておくといいと思うんだよね。どこを白くするか、こうやって分かりにくかったらこうやってこう塗ってもいいと思う。こういう風に軽く、そしたらどこを黒くしてどこを白くするかっていうのが目安になるんで、分かりやすく。この鉛筆の線っていうのはいずれ消すわけだから、いくら書いてもいいわけですよ。なので分かりにくいとしてはこういう風に書いちゃってもいいと思う。光をアニメのセル画の塗りつぶす部分の指定みたいにね。まあこっから下はもう腕の下はほとんど影で、この辺は真っ黒だと思うので、ただそうだな、まあ漫画なんであんまりこう真っ黒すぎるのもどうかと思うんだったら、例えばこういうとこ白く、実際光るかどうかは抜きにして、こう白いとこ作ってもいいかもね、こういうところにね。でシワのところはこの人白く残してるんで、そういう風にしましょうかね。ここどうしようかな、塗っちゃうか。やっぱりなんかおかしいかな、こう塗っちゃうか。この人も塗りつぶしてるし、ちょっとあんま余計なことしないでおこう。後でこれを黒く塗ることを考えつつペン入れをしていくと。学生服買うときはなるべく直線的にね書いてください。なるべく直線的に、こういうふうにもうなるべく直線的に、あんまりシワがいくものではないので。さっきも言ったようにすごくこう布が分厚いんで、こうたくさんシワがいけばいくほど柔らかい布ってことになるんでね。でもボタンがね、まあ、白いままでもいいんだけど、だいたい金ボタンの中って校章が入ってることが多いんで、学校の。なのでちょっとまあなんかそれっぽいものが入ってるなみたいな感じでちょっと加工しておきます。まあ白でもいいんだけどね、これは。で髪の毛のこの辺がちょっと描いてないんで、この辺も描いとこう。この人と同じようにね、こう線入れとこうか。影の線をね、これがちょっとね特徴的だよね。これも入れときましょう。この人の個性だ、この手のこういうとことかね。でこれでベタを塗っていこうかな。それではベタを塗っていこうと思います。本当言うとね、下書きの線を消してからベタ塗る方がいいんだよね。っていうのが、ベタ塗ってから消しゴムかけると黒いインクがビャって伸びて汚れる時があるんで、本当は消した方がいいんだけども、ちょっとこれあえて下書きの線描いたままベタ塗りますね。もう絵を描く人は知ってる人もいると思うんだけど、水色、薄い水色とか薄い黄緑とかで当たりを入れると、こういう影の消さなくていいんで、この線がこれを使うと便利だよっていうことを知ってる人もいると思います。だけどね、ちょっとあえて鉛筆でやるねっていうのが、なんでかっていうと、この薄い水色がね、動画でこの映らないんだよ。この線が鉛筆の黒い方がまだ見えるんで、なのでちょっとこれでやります。でこれを描いた高羽マンさんは、この黒い服の影の付け方が分からなくて、見よう見まねでやってますって書いてるんだよね。その見よう見まねでやるっていうのがいいことなんだよね。どんどん見てください。自分が好きな漫画家さんとかイラストレーターさんがどんな風に影つけてるかっていうのを見てみる、その人と同じように塗ってみるっていうやり方は
一番上達する方法なんで、それは別に真似とかパクリじゃないからね、全然好きな作家さんの参考にさせてもらうっていう。人によってこういう影のつき方って違います。これ例えば自分でも僕でもこういう風な影のつき方はしないんですね。今は高羽マンさんに近い感じで仕上げたいからこういう感じで塗ろうと思うけど、自分はしないんですよ。自分は別に好きな学生服の影の塗り方があるから。だけど自分のやり方をちょっと押し付けるわけにはいかないんで、人によって誰の絵柄が好きかとかどんな風に処理したいかっていうのは好みが違うから、自分が好きな漫画家さんとかイラストレーターさんを参考にするっていうのが一番いい。それが自分が描きたいイメージに一番近いはずだから。で、高羽マンさんがやってるようにシワとか主線を避けて塗っていきます。このやり方が多分一番オーソドックスだよね。これがね、主線を避けて塗るっていうのが、この塗り方はね悪くないと思います。自分も学生の時こういう風に黒い服塗ってたかな。この黒い服をさ塗る時にさ、ちょっと絵描いてる人だったら共感してくれると思うんだけど、ちょっと絵描いてない人にはちょっと分かんないかもしれないけどね、ペンの線強弱つけるじゃん、主線を。ここ太いとか細いとか、これが厚みがあって動きがある線に見えるわけだよね。だけどベタで横塗りつぶしちゃうと強弱がなくなっちゃうんで、これがね悩みの種というか俺は嫌なとこなんだよね。せっかくこの強弱つけて描いたのに意味がなくなるというかさ、こう塗りつぶしちゃうと、これちょっと絵描いてる人には分かると思うんだけどこれがねこの塗り方の欠点というか、ちょっととこう自分の線を殺すところって言ったらいいか。せっかくこの強弱つけて描いたのにここなんだよね。でこの黒い服の塗り方って人によっていろいろあるけれども、この黒い主線自体をね白で描くっていう人もたまにいらっしゃいます。だけどかなり難しいと思うかな、そのやり方は。ちょっと特殊だねそのやり方はね。でもそういう人もたまにいらっしゃいます。この白く残すところをいかにかっこよく残すかっていうところが勝負になってくると思うのね。黒い服のこういう処理って、この白く残したところがかっこよく見えること。かっこよく見えればね、現実の影そのものでなくても自分はいいと思ってるタイプなのね。上から光が来てるのにここ光ってんのおかしいよっていう部分が自分はあってもいいと思うタイプなの。漫画のキャラとしてかっこよく見えれば。だからこれ見てる人はそんなとこ光ってんのおかしいよって思う人いるかもしれないけど、それはあえて分かってやってるんでそう思ってください。何も漫画とかアニメとかイラストっていうのは現実の見えるものをそのまま描くのが正解とは限らないんで、そんなこと言ったら全員の絵が写真みたいに全部一緒になっちゃうから、処理の仕方に違いが出るから個性とかも出るわけで、それがちょっと分かんない人が多いんだけど、絵にもよるよ、絵のタッチにもよるよ。劇画タイプの人は現実に近い方がいいと思うんだけども、この人はさほど劇画でもないんで、まあアニメしてる絵でもないけど、ちょっとリアリティのある顔してるからデフォルメがそんなになくてもいいと思うんだけど、でも嘘があってもいいと思います、このキャラがかっこよく見えれば。まあ今俺がねこの塗ってるのを見てね、どこを黒く塗ってどこを白く残すのか教えてくれっていうとこだと思うんだよね、絵が描けない人が見ると。でこれはもうね感覚的なものでしかないっていうふうにしか説明できないです。強いて言えばね、定石っていうかそういうものがあるとしたら、光は上から当たるんで、上からね、太陽は上にあるから、室内だとしても蛍光灯っていうのは頭の上部にあるから上から光が当たる。だから上が光る、影になっている下の部分が暗くなるっていうのがざっくりとしたルールとしてはあるけれども、あとのこういう細かいところはその人の感覚的なものになるのね。漫画家とかイラストレーターも正直言ってそこあんまり考えて描いてないっていう人が多いと思うんでね。だから説明しろって言われたらうーんってなっちゃう人が多いって言ったらいいのかな。漫画家もイラストレーターもなんとなくとかって言っちゃう人もいます。でそれはもうその人の持ってるセンスというか、例えばどうやってみんな歩いてるのって言われたら、右足を出してる時に左手出してとかさ、あまり考えてないじゃん。
感覚的に自然に歩いてるから。イラストレーターとか漫画家っていうのはそういうふうな感じでこういう黒い服を処理してると思うから、自分でも説明できる人少ないのね。だから強いて言えば、光は上から当たってるんで上部が光る、つまり白くなる、下の部分が黒くなる、影になると思われる部分が黒くなる。例えばこの腕だったらここに腕があるからこっちは暗くなるよね、上から光が当たってるんだったら。この辺も体の奥にあるから黒くなる。この肩とかこの腕のこの部分は光が当たって上部だから白くなるっていう風なのはなんとなくはあるんだけども、あとのこういう細かい部分はね、感覚的に塗ってる人がほとんどです。でじゃあその感覚をどうやって養えるのかっていうことは、さっき言った好きな漫画家さんとか好きなイラストレーターさんがどういう風に塗ってるかっていうのを参考にして、それをお手本に同じように自分の絵でも塗ってみること。それが一番上達が早いし、その人のセンスとか感覚を盗める方法です。頭で考えるんじゃなくて、自分の好きな作家さんがどういう風に塗ってるかっていうのをとにかく目で見る。そしてそれを自分の絵に取り入れる。それはパクるとかいうことじゃないです。時々盗むっていう風に表現するけども、盗むのもね悪いことじゃないです。盗む、技法を盗む。盗むって泥棒みたいなイメージ受ける人もいるかもしれないけども、うまいやり方を盗むっていうのは何でも、そう、自分が成功するために、例えば企業とか会社とかでも成功してる会社のやり方を盗む、成功してるお店の販売の仕方を自分も盗む、それと同じで成功してる方法を盗むっていうのは悪いことではない、自分が成功するために。だからどんどんやってください。どんどん自分の好きな漫画家さんとかイラストレーターさんがやってるやり方を盗んでください。盗むっていうことをね、ただのパクリになるか華麗なる盗人になるかは皆さん次第です。単なるパクリっていうのはやっぱりセンスがないよね。単なるパクリっていうのはかっこよくはないよね。だってそれはその人のものなんだから。だけど華麗なる盗人になって人の技法とかやり方を自分のものに昇華して自分のものとして発表する、それはかっこいいと思います。つまり盗んだように見えないって言ったらいいのかな、自分のものにしちゃう、自分のものに取り込んでいっちゃう、変えていっちゃう。ただの真似師じゃなくて何でもそうです。上手い人のやり方をまずはお手本にして、絵でなくてもね、例えばスポーツとか音楽とか全部そうだと思うんだよね。まず成功してる人の練習の仕方とか演奏の仕方とかプレーの仕方とかを真似してみて、でさらにそれを超えるためにはどうしたらいいかって考えるのがかっこいいプレイヤーだと思うんだよね。白い部分の残し方、俺も久しぶりにこんなことやったから、俺もさ久しぶりにこんなことやったからさ、こうセンスよく塗るのが難しいなって思うんだけど、白い部分ね、でっかいブロックとちっちゃいブロックと混ざってるとかっこよく見える。全部細かいのもなんか厚みがないし、全部でかいのも雑に見えるんで、細かいのと粗いのと混在してるのがいい。でどこを粗くするかっていうのは、この広い面っていうかまっすぐの部分を広く白く残す、服のシワとかグシュグシュっとこう布が寄ってるところを細かくするっていうようにするとバランスよくかっこよく見えるよ。俺も久しぶりにこんなことやったし、俺すごい難しいっていうかね、やりにくいっていうか、高羽マンさんに俺は今ついていこうとしてるよ、必死で。だって俺の絵になっちゃダメだからね、これね。俺のやり方だったらこう早いんだけど、こう高羽マンさんの感じで塗らなきゃいけないからね。あ、でもあんまり細かくしたらちょっと高羽マンさんっぽくならないかな。ちょっと俺自分の塗り方にちょっとなっちゃってきてるの、だんだん。あんまりちょっと細かく塗るのやめようか。もうベタっと。ベタっと塗っちゃってるからね、ちょっとベタっと塗ろう、もうちょっと。いつも言ってるけども、俺がやってるのが正解だっていうつもりはないので、みんなが好きな漫画家さんとか、好きなイラストレーターさんから影響されて、それをヒントにしてね、俺は、動画としてこういうことをやってみせてるっていうか、口で言うだけじゃさ誰だってできるじゃん、簡単に。だから俺はアドバイスする限りは口で言うだけじゃなくって、お前もやってみろやっていう風にさ思うかなと思ってさ。だって口で偉そうに言うのは誰でもできるから、じゃそれじゃあフェアじゃないと思ってるっていうか、俺はね、この描いた人に対して。この人も絵を描いてきてる限り、俺も漫画家なんだったらお前も描けやっていうさ、それは俺にもリスクがあることなんだけど、だってうまく描けない時もあるからさ、俺が描いたものに対して視聴者さんが納得できない、なんだこれっていうのもあるだろうから、自分にもこれリスクがすごいあることなんだけど、手間もかかるし、で言うだけだったら早いし簡単なんだけどね。だけどそれじゃあさ、同じ絵描きとしてフェアじゃないというか、あとなんだろうな、
すごい俺がやってることってリスキーなんだけど、しかもこの手書きでさ一発勝負だからこれって。でもまあ俺が視聴者さんの立場だったら、自分が生徒だったら、先生あんた偉そうに言ってるけど、あんただってじゃあ書いてみなよって俺が学生だったら思う。だからやってる。先生偉そうに言ってんじゃねえよって。偉そうに言ってんじゃねえよ先行。そこまでは思わないけどさ、そこまでは思わないけど、でもさ、なんでさ先生が嫌われるかって言ったらさ、言ってるだけだからだと思うんだよね俺。偉そうに言ってるだけ。まずさやっぱり大人がさリスク背負ってさ頑張ってやってるところを見せないと子供たちは納得しないっていうか、ついてこないっていうかさ、まあ、自分はそう思うんだよね。もちろんそのこの俺がやってることに納得してなかったらさ、いくら俺が一生懸命頑張ってやってもついてこない人もいると思うんだけど、でもさまあ一応自分もさ頑張ろうって思うんだよ。ここまでやってプロになれるんだっていうね。プロっていうのはここまで考えて手間暇かけて一枚の絵にね描いてるんだぞっていうことを口で言うだけよりもやってみせた方がさ伝わると思って。ちんたらやってんじゃねえよ先行。あんたの言うことなんて聞けるかよ。そんな学生じゃなかったな俺。だけどそういう不良みたいな学生に憧れてたな。そんなこと言える、そんなこと言える生徒もなかなかいないと思うけど、そういう不良漫画とかにやっぱり俺影響されて好きだったから、ヤンキー漫画とか。だからそういうなんかオラオラした学生でいたかったな俺。でも自信がないとオラオラできないよね自分にね。自分に自信がないと。だからオラオラしてる学生っていうのは、学生っていうかまあ人っていうのは自信があるんだろうね。そんだけ言える。ざけんじゃねえよ先行。あんたの言うことなんて聞けるかよ。あんたっていうとこがさ、でもまだちょっと尊敬してるよね。お前らって言うんじゃなくてさ、あんたの言うことなんで、あの不良ってさ、一応先生をさ、敬ってるよね。まあこんな感じかな。もしかしたらもうちょっと黒いところが多い方がいいのかもね。ちょっと俺はちょっと白い部分作りすぎなのかもしれないけども、まあ、これが違うなとか思ったらヒントにしなくていいんで、まあ、これを見てる他の視聴者さんたちもいるので、ヒントになりそうな人はこの塗り方をヒントにしてみてください。それではインクが乾いたので、この絵に消しゴムをかけていこうと思います。富士山消しゴムね、これ今年も使っていくよ。じゃあこの周りのね、このハイドの妖精を消していこうか。消しゴムは紙の中から外に当ててね。消しゴムで下書きの線を消すときが一番原稿を傷めやすいのね。ぐしゃってやったりとか傷つけやすいんで、みんなの漫画の原稿はそれが将来商品になる大事なものだから、なるべく傷つけたりくしゃくしゃにならないように消しゴムは中から外に当てて、紙がぐしゃっといかないように気をつけて当ててね。みんなが漫画家になったら、みんなの原稿はそれが一枚で何千円とか何万円とかってお金になるものだからね、大事に扱ってね。消しゴムのカスは手でパンパンと払わない。必ず羽ぼうきでパタパタパタと掃除してやる。手で払うと手垢とか手についたインクが原稿についてしまうので、この消しゴムかけっていう作業が一番原稿をね、汚しやすいポイントなんで、必ずこの柔らかい清潔な羽ぼうきで掃除してやると。で、消しゴムで消えなかった汚れとかはみ出し線はホワイトで修正していきます。これはただの白絵の具です。ポスターカラーの白とかで十分。
で、ホワイトが乾いたらスクリーントーン貼りましょう。それではホワイトが乾いたんで、これにスクリーントーン貼っていきましょう。今日使うのは100円ショップで売っている1枚100円のスクリーントーンを使います。よく見ると顔に鍵がついているんで、これは61番で貼ろうかな。そして紙には64番、これが近いと思うので、これを貼っていきたいと思います。先にどっちを貼るかっていうことなんだけども、影から先に貼った方がいいね。顔はちょっと削りが用いられてるんで、シャ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 ってやつね。あれはすごくこう他のトーンを傷つけやすい危険な作業だから、何もトーンが他に貼ってない最初の方にやった方が原稿を傷めないで済むので、削りの作業が終わってから髪の毛のベタ貼りをしていきましょう。こういう髪の毛みたいに細かいところはカットするんではなくって、こんな風に削りっていう技法を用いれば細かいところも簡単に処理することができます。削ったところはトーンを剥がさなくていいんで、原稿も丈夫になります。時々これは何やってんのって言われるんだけども、スクリーントーンを上から押し付けて圧着してます。つまりビタッと糊が綺麗に貼れるようにしてる。だけど直接こう擦ると大事な原稿を傷つけちゃうんで、こういう風に当て紙をして擦ることで強く力を入れても原稿が傷まない。そのためにこの間の紙を挟ませてます。これ一度完成させたんだけど、動画で客観的に見た時にちょっと男子にしては体が小さいかなと思ったんで、この辺が胴体整えようと思います。ちょっとこの辺が貧弱だよね。もうちょっと貧弱貧弱この辺がもうちょいこうないとね、幅がこれぐらい欲しいかな。ちょっと直すね。うわ、今手がかじかんで書けない。手が氷のように冷たいんだよ今。ああ手が動かない。これぐらいかな。あ、そうだよね、これぐらいないとおかしいよね、これ幅がね。で、ホワイトで整えていきます。こんなもんかな。はい、完成しました。いつも言っていますが、今やったような作業は僕がやっても仕方ありません。なぜなら
この絵の作者は高羽マンさんだからです。僕がやったことが正解というつもりはありません。高羽マンさんが納得したことは取り入れればいいし、納得しないことは無視してもらって構いません。なぜなら作者はあなただからです。イラストレーターや漫画家など作家になるのは皆さん自身です。僕がこの動画で見せたことは、漫画家は一枚の絵にこれぐらい考えているんだというヒントにしてください。皆さんは自分の好みの感覚を一番大事にしてください。元気がない人を元気にしたい。元気がある人にはもっと活力を。あなたもハイドと話してみませんか？対面、電話、ズーム、メールであなたの話をお聞きします。詳しくは動画下の説明欄からどうぞ。